竹田先生、ご紹介いただきありがとうございます。私も同じく、この4月から新しく、湘南公立大学に着任しております。もう、多分皆さん見てたように、資料の内容がだいぶ多いので、早速ですが、本題内容に入りたいと思います。本日発表内容が主に、去年、9月に、明治大学で開いた国際学会の内容を元にして、ちょっと内容を増やしたところでできたものです。ですから、ちょっと英語のスライドになりましたんですけど、報告の方は日本語で発表させていただきます。よろしくお願いします。本日発表のタイトルは、中国のアフリカ進出と開発援助戦略というテーマでございます。流れとしては、まず問題意識と研究の意義を紹介した上で、開発戦略に関する一般的な理論を少し紹介します。その後からは、中国対アフリカ開発援助の歴史、そして、最後が、メインとなるのは、事例を通じて中国対アフリカ開発援助の戦略について紹介したいと思います。実際に問題意識となりますと、近年、特に一帯一路の推進によりますと、中国対アフリカの影響力がますます拡大しております。その経済的、政治的関与の増加に従って、アメリカ諸国は中国の開発援助戦略が自国の経済発展にどのような影響を及ぼすのかに関心を寄せてきます。で、また、中国の開発援助は、従来の、欧米諸国の開発援助と多少違うような性質を持っているように考えております。中国は無償援助と商業的な利益を追求するの組み合わせによって、インフラ設備や資源開発などプロジェクトを推進しております。じゃあ、この開発援助の性質は一体どのような違いがあるのかについて、明らかにすることが、まずこの本研究にとって最大の問題意識となっております。で、そして中国とアフリカ諸国の協力に関する交差によって、国際的な協力やパートナーシップの促進に寄与する。また、国と国際機関とどのような連携について、アフリカの発展に支援できる頻度を提示したいと思います。で、最後に中国対アフリカ開発援助のダイナミクスを明らかにすることで、持続可能な発展の道を探る手がかりになるかと考えております。開発援助成果を最大限に活用して、持続可能な未来をつくことの戦略のアプローチを考える頻度となります。ただ、この点については、本日の発表の中には多分なかなか触れておりませんですが、これ全体の大きなテーマの中で、今後の研究として続けていただきたいと思います。では開発戦略に関する一般的理論では、国際的な開発協力と支援の枠組みを理解して、開発目的、効果及び応用について説明して評価するために重要な要素を提供しております。ここに挙げられたのは、開発援助に関する一般的な理論です。もちろん最初に挙げられるのは近代化理論です。これが開発途上国が先進国の経済的、政治的、および社会的なモデルを追求しながら発展をできるというような理論です。この理論を基づいた援助の主な目的は、援助を受けた国の近代化と発展を促すことです。この重要な観点となるのは、経済成長、産業化、民主化、教育などの要因が発展の鍵であると考えられております。また、依存理論の方が、この理論は援助が開発途上国の依存の維持に置く可能性が大きいので、だから資源の不平等、国際的権力関係、外国資本の影響などを重視されております。で、さらに、IMF や世界銀行などの国際機関が発展途上国に対する構造調節理論の、
政策的な影響の検討はこの構造調整理論で、PPT 理論というのは民間と公的部門の連携を強調されております。さらに最後の SDGs の方は、近年、持続的な発展を強調されて、このような研究が目標を達成できるかなというような、要するに社会、経済、環境の側面を結びついた発展を促すことが強調されております。ですから、このように、以上理論を踏まえて、中国対アフリカ、の開発援助の歴史を振り返ってみていきましょう。で、大体私的、個人的には、この中国対アフリカの開発援助には、この3段階に分けて考えております。で、最初は1960年から80年の間には、主に国家援助を中心に行っております。で、その後から1980年から一帯一路を実行するまでの2010年代までには、大体国レベルでの経済化策を中心にやっております。さらに2010年代以降には、企業、逆に国の、姿が、消えるというわけではなくて、ではないですけど、企業の存在がますます、顕在化になって、企業を中心となる投資が、を中心にやっております。理論的な指導にも最初の近代化理論から PPP、つまり、プロジェクトによって開発にしていく形が多いですけど、現在にはまだ今後の進める方向としては SDGs が強調しております。で、実際最終の1960年代からの五カ援助というのは、1956年が最終の中国カ援助が、対アフリカ五カ援助を行いました。当時の対象というのは、ギニアに中国から、1億元、およそ2500万ドル相当の無利子ローンを提供されております。で、また専門家派遣とか工業、農業の、技術訓練を行って、ジャヤシ工厂という、turnkey project を提供されております。で、この時期に強調されたのは、イデオロギーの強調です。つまり、中国が提唱された平和五原則の認証と中国政府の正当性を認めないと、このような援助が行えませんよというような前提条件をつけております。で、その後、実際に1960年代から63年から64年、周内総理がアフリカの訪問までには、中国のアフリカでの行動はあまり目立たなかったです。欧米諸国は、やっぱりソ連の行動が注目しております。でも、実際にこの間に行ったほぼ10年間にかけて、中国は世界でおよそ100カ国にこのターンキープロジェクトを行っていました。また1973年までに中国は45カ国に援助を提供すると約束して、そのうちの29カ国がアフリカの国です。中には最も有名となるのはこのタンザニア・ザンビア鉄道です。実際にこのプロジェクトは予定より2年も早く5年間で完成して、その間におよそ1.6万人の中国技術者を派遣して完成したプロジェクトです。しかし、鉄道を完成してからわずか3年間で故障となっておりまして、毎日走る列車の本数も17本が2本に減りました。このプロジェクトの失敗に含めて、中国は1972年から73年にわたって5回の対外援助交差会議を開いて、いろんな反省を行いました。特にこの1975年6月の第4次会議の中には、やっぱり中国の経済力は限られていることをまず認識しておりまして、
今まで、もうすでに歴代永住契約は継続的に実行しますが、新たな契約をでき、結ぶときに支援金の金額をコントロールするよというような決定を行いました。で、このような反省を踏まえて、また、国内外の政治経済情勢も変換したことによって、中国の対アフリカ技術、援助政策も変換することになりました。特に、欧米に対するアフリカの方は、やっぱり国連の、1980年の、国際経済新秩序の原則に基づいて、地域発展戦略を草案提起しました。その中、また1981年にも世界銀行が、やっぱりアフリカには産業構造改革の政策に実行しなければなりません。要するに新自由主義を提唱して、食料法の導入と市場経済の基礎として、できるだけ小さな政府が融資の条件となります。つまり、アフリカ諸国に対して世界銀行からの要望がさらに厳しくなっております。そこで、それに対して中国も改革開放の道を選んだところで、自国の経済発展と対外援助がどっちが重要なのか、それに巡る論争も行いました。で、そこで日本式の開発のための融資という方法を注目するようになりました。例えば、ここに書いたように、日本から融資と技術輸出をして、中国、またインドからは資源を交代するというようなモデルはやっております。まあね、この時期には、日本の対外開発戦略を真似して、中国は新たなアフリカ援助戦略を模索し始めた。1982年は、趙紫陽総理がアフリカ訪問する際に、南南合作の道を探ろうと提起して、その中で中国と他の発展途上国の経済関係を指導する4原則を発表して、中にはもうすでに援助という言葉がだんだん薄めてきて、逆に合作生産、合資経営など多様な方法でアフリカ諸国と協力して経済発展するようと強調しております。で、そこで実際にやっていることというと、前のて、うん、タンザニア鉄道の、タンザラ鉄道のように、持続できないのものは、もう、持続可能性調査を導入しております。で、また、もともとは全部中国の技術者を派遣してやっていくけれども、今回は現地の人材も育成していて、また同じく持続性を強調されております。で、さらに、合作企業の設立というところで、実際にこれは中国の管理者がアフリカの国有企業へ管理職を務めて、アフリカの国有企業をの建設を力を入れております。で、このような転換にはずっと2010年代、一帯一路が実行するまでは続いております。で、そして、こちらがボストン大学グローバル開発戦略センター管理する中国対アフリカ融資データベースの図です。実際に見てたように、中国は様々な分野でアフリカに多額の投資を行ってきます。これがやっぱり2010年代以降に一帯一路に従って、中国はもともとの国レベルの経済加速から企業の投資へ変換する大きな頻度と提示されております。この経済関与の増大は特にインフラ開発において、やっぱりもともと競争中国となる欧米諸国との競争と緊張感を生み出しております。で、そこでこのような緊張感に対して、この3つの質問が表しております。で、現在、中国の企業のアフリカ進出と対アメリカ開発援助の戦略に対して、
一体アフリカに何が提供できるのか。また、中国はアフリカで他の国と特にインフラ開発する際に、本当に協力なし、あるいは何かの協力をして行っているのか。で、さらに中国はアフリカでどのような課題を直面されているのかについて、研究を進めております。ちょっと時間の関係でちょっと少し飛ばしていきます。そこで今回はカメルーンの中国支援の港湾建設のケース、このクルビ港を見て、その3つの指導の答えを一緒にさせていきましょう。で、実際に中国一帯一路政策実施以来、中国は開発途上国の中国はアフリカ諸国のインフラ開発に多額の投資を行ったところ、主に電気通信、港湾建設、運送など重要な分野に焦点を当てはまっております。で、中国にはこの想要富先修路、要するに豊かになるのはまず道路を整備しようというような言葉があります。そのため、週末の適正技術論に基づいて、現段階では生産技術よりインフラ整備に関与する技術の方がアフリカの発展にとってもっと適切のではないかと考えて、それが1960年代以来、中国対アフリカ援助プロジェクトと全く同じような考え方となっております。実際に今までにはアフリカでは6000キロメートル以上の高速道路と1万キロメートルの鉄道の建設、また20号の港建設開発と80以上の大規模発電所建設が一帯一路によって実現されました。で、今回調査対象となるのはカメルーンですが、これがアフリカの中で中国の投資が最も多い国ではありませんが、トップ10に入っております。図に示したように、他のアフリカ中国と同じように、運送、鉄道、電力などインフラプロジェクトが中国投資のメインとなっております。で、まず今回事例調査となるこの中国港湾会社について、港湾会社がカメルーンではどのような行動を行っているのかを見ていきます。全中国港湾会社がもうすでに2010年からカメルーン事務所を開設して以来、港湾高速道路、橋、自由貿易区を含む4つの重要プロジェクトをカメルーン政府と建設契約を締結されております。で、現在、中国から派遣した駐在員がおよそ73人で、主に管理職、専門職、技能労働者を務めております。そして現地採用した人数が、調査来たところの時点では460人です。そのうち、技能労働者が25%を占められて、一般労働者が75%を占められております。現地では小工と大工と呼びかけ、区別されております。で、現地で雇われた全ての労働者に比較的良い給料と福利厚生、また技術訓練、そして安全教育を提供されています。で、で、こちらが中国港湾会社がカメルーン従業員のラーニングセンターとセキュリティエクスペリエンスセンターの写真です。この施設では、この現地の従業員を全員、あ、まず、あ、現地の従業員に機械の操作、メンテナンス、建設安全規則、貿易交渉などに関連するさまざまな基本スキルについてトレーニングをする場所です。またこれらでの
トレーニングには時間制限がなくて、マイペースで学習することができます。で、ただ、労働規則を守らない人にだけが、介護する可能性がありますので、彼らの目的は、カメローの地元の労働者のスキル開発と専門的な制度のために安全で支援的な環境を提供することです。で、このようにプロジェクトの建設によって、実験的な学習と現地介入の育成に関する技能研修について、要するに最終の、問題になり、の答えになりまして、主にこの4つ、3つの分野のものを提供されております。一つは建設工学の基礎、理論知識と実行技術、また大型機械設備操作維持、さらに経営管理、また貿易交渉に関交渉するスキルができます。で、もう時間がだいぶないので、で、実際にこのクルビ号にはもう2006年くらいにカメラ政府によって、建設しようというような、中国は情報入って、で、そこで、なんというか、取引、大きく、契約交渉を行っております。で、実際にできたのは2010年くらいになっております。その間には、やっぱり中国、輸出入銀行の優遇条件で借款を確保する条件というものが、この、契約を締結する、一つ大きな役割を果たしていると考えております。で、ここがやっぱり、ここにドアラ港というものがもともと久留米で、これは日本が80年代ぐらいに援助された、できた港湾なんですけど、実際に小さくて今の運量にはもう足りない状態で、この久留米港の建設を建設しようとやっております。最初にそういうことによって、久留米港の建設はドラ港の利用を緩和させた同時に、カメの南部の鉄鉱石にはじめとした鉱物資源の輸出も促しているのではないかと考えております。で、そして第2の問題に対しては、ここだいぶ、あと1分なので、ちょっと、ちょっと待あと2分ぐらいで大丈夫です。はい。ってですね。はいはい。で、実際に中国の、この黒美湖建設している中には、中国の会社だけではなくて、の中にはフランスの企業とアメリカの企業、もちろん日本の企業も関与して、同時に、合作しながら、協力しながら進めております。ですから、ここで考えられたのは、やっぱり技術セミナーとコンプレッションが、カメラ政府によってまず行って、その中に特にフランスの企業が中心に一緒に検討しながら、この実行の可能性について進めております。また、検証するためにフランス人のコンサルティングとかを雇われて、また、アメリカのコンサルティング会社も一緒に関与して進めております。で、さらに、これ下寄せとコンサルタントの方が、実際に中には、日本の企業、名古屋においた幸島組会社を委託して、中に作業されたところもあります。で、このように行動事業によって、中国には、さらにプラスアルファとして、中国輸出入銀行の融資資金調達によって、やっとこのようなプロジェクトができるようになっております。で、
まあ、さらに最後の質問なんですけど、中国にはどのような問題を直面されているんですけど、実際にこのプロジェクトには、港の建設だけではなくて、港と町の間の高速道路の建設も同じように締結されております。しかし、この高速道路が、まあ、実行し始まる前に、カメロン政府からの、手紙が届いておりまして、やっぱり中に道路標準がもともと中国標準を契約されたんですけど、でもフランス標準に変更してくださいというような問題がありまして、やっぱり元植民地の、観察の会社の力も強いやし、あと中国の会社が初めて入っているので不信感が高いので、その時の講習がやっぱり苦労していろいろ力をやっております。ですから、このような研究に基づいて、中央アフリカ諸国、特にカメルーンにおいて、公共インフラのメンテナンスの分野で複雑の、協力関係に働いております。で、西側諸国ではこの分野にはポストコロニアルの排動の、力が影響されているんですが、まあ、現在の地域経済発展のプロジェクト実施するにも、まあ、いろんな力を入れております。ですから中国企業の参与がこのような歴史のバランスを崩したが、すべての関与者は誘拐の結果にもたらすわけではありません。実際にもフランスとかアメリカ、さらに日本の企業が関与して、だからカメルーンを代表されるアフリカ諸国第三市場の協力を重視するパートナーとみなして、それぞれ利益を追求しながら、国々の政党の経済利益を確実の、目的になっているのではないかというような、まあ、このような三者のウィンウィン関係を構築しているのではないかと思います。ちょっと時間を押しておりまして、申し訳ありません。以上、私の発表となります。